さあ今ゴングが鳴りました、はい、王者に挑んでいく舞田勝森、はい、このブアカオという選手はどんな選手ですか。全ての技ができる選手ですね、まあ、タイのトップレベルの選手はみんなそうなんですが、はい、特に、ブアカオ選手は全ての技において、切れ味を鋭いと思います。そんな世界チャンピオンに舞田が勝つとすればどんなところがポイントですか。リズムを崩すということですね、はい、この独特のメタニリズムで相手のリズムで戦ってはいけません。チャンピオンを7歳から覚えた変幻自在のメタイ殺法で独特のリズムで戦っていきます、はい、さあここまで来て舞田どうですか立ち上がり。はい、いいですよ。はい、この首相撲なんですが、これがキーワードになりますのでしっかり、赤尾が投げられてしまった。赤尾選手は、この崩すのがとても上手いんですよね、それを舞田選手は気をつけなければいけません、はい、これを気をつけないと赤尾選手のペースになります。さあ日本の舞田勝森、はい、はい、ちゃんと蹴りもカットしたいですね。はい、今前蹴りを見ました、はい、前を詰めていく。そしてここから、はい、プレッシャーかけてきますね、はい、右のローです。はい、カットされています。チャンピオンの風格漂うこのブアカオです、はい、この離れ際のハイキック気をつけたいですね。離れ際のハイキックに気をつけていきたい、はい、さあ前田よく見る相手を見た、はい、前蹴りでくる。この前蹴りが非常に怖いチャンピオン、前蹴りまた来ました。必殺の前蹴り、はい、この前蹴り気をつけないとダメですね。はい、右のハイ、はい、ブロックします。よく前田相手のキックを見ています。はい、チャンピオンのキックを見ている、はい、前田選手蹴り返した方がいいですね、はい、手を出せるか。前田今パンチを食らってしまった。前田前に詰めていく、はい、必ず技を返した方がいいですね。さあこの首相撲膝が入った、また膝、チャンピオンの膝が入ります。前田はこの首相撲を応戦していきます、はい、井原会長も見つめる。井原会長が送り込んだ日本期待の前田、さあ粘って第1ラウンドここで終了。少し前田選手、技をもらいすぎなので、はい、しっかりもらった後返さないと岡尾選手のペースになってますね、はい、キックを受けたこのすぐ後に、そうですね、本当は蹴り返したりしないとあのペース自分のペースになっていかないんですが、もらいっぱなしなので岡尾選手のペースになってますね。さあ第2ラウンドはどのようになっていくか、はい、バカワ選手出てくると思いますよ。1ラウンドは様子見だったチャンピオン、はい、さあパンチいった、いいの入りました、パンチが入りました、はい、いいですよ。この後蹴りにつなげたいですね。積極的に前田が出てきた第2ラウンド、はい、チャンピオンもそれに応戦、前蹴り、はい、前蹴りからそしてミドル、前田も応戦、そしてですね、前田も足技が、はい、この後蹴り返さないとダメですよ。このすぐ後、はい、すぐ後に注目、あーっとここで1回離れますチャンピオン、岡尾選手のペースですね、はい、あ、この膝が来た、膝一発、日本の前田リンクに沈んだ、はい、ボディですね、ちょっと厳しいですね、首相撲からのこの膝一発、はい、はい、ちょっと厳しいですね、はい、岡尾選手出てきますよ、はい、これからもうボディ集中的に来ると思います、はい、また入ってきた、前田が苦しくなってきた、はい、ボディ集中的です、投げられます、はい、ここはスリップ、これなんですよね、メータイの独特の攻めというか、首相撲からの左蹴りですね。マイタはこのリズムに乗っていけはいけません、はい、前に出ていけ、マイタさあ踏ん張りどころ、やりの範囲、見切ったパンチ、はい、ボディですね、入ってきた、はい、やはりボディですね、また連打、チャンピオンがじわりじわりとその実力を発揮してきた、王者の実力が入った、右膝、はい、ボディの膝ですね、また膝です。ここでタオルが入って試合終了。日本の舞田、世界チャンピオンの前に何もできなかった。舞田選手、ボディの膝なんですが、タオル方がちょっとあれなので、ちょっと何か、危ないですね、このタオル方。日本の舞田をマットに沈めたチャンピオンブアカオ、その王者の実力を存分に発揮しました。